どうも、おしゃれマッチョ研究所の大地です。今回は僕が8月に行った4週間の減量生活のまとめ動画を作っていこうと思います。全部で3部構成で作っていきます。食事編、サプリメント編、筋トレ編ですね。今回は食事編です。ダイエットや減量してみようかなと思う人の参考になれば幸いです。この動画はあくまで僕の体と生活環境に合ったものということをご理解いただいた上ご視聴ください。過去最高にうまくいったと言える減量生活の食生活をこの動画にまとめます。またこれは僕自身の防備力も兼ねてます。この動画を見ればおしゃれマッチョに一歩近づくかもしれないし、そうじゃないかもしれません。それでは早速いきましょう。まず今回の減量で僕が一番意識したのは腸内環境です。今腸内環境に着目しているトレーニーの方は多いんじゃないでしょうか。きっかけは筋トレ YouTuber のリジュさんの動画です。その動画気になる方はリンクを貼らせていただきますので、そこからチェックしてみてください。とても分かりやすく参考になりました。ちなみに最近のターザンもですね、こうやって腸内環境がテーマになってます。所長も現在研究中です。とはいうものの、いきなり食生活の全てを腸内環境に合わせるというのは僕には到底無理なので、今回は試しに夕食だけ意識した食生活にしてみました。なので早速夕食から見せてしまうとこんな感じです。まず緑のものですね。ブロッコリーはだいたい 120g ぐらい。そしてオクラです。オクラだったら8本から9本ぐらいのものを食べてました。ブロッコリーかオクラ、どちらかを選ぶという感じです。そして芋ですね。芋はジャガイモかサツマイモです。基本的にはサツマイモがメインですね。どうしてもそちらの方が多いです。サツマイモに関してはね、結構食べてるトレーニーの方が多くて、僕は今回ね初めてサツマイモを取り入れてみました。以前もサツマイモ少しは食べたことあるんですが、そんななんていうんですかね、メインで食べたことはなかったんですが、今回はねチャレンジという意味でサツマイモにしました。でサツマイモの理由に関しては特にねそこまで深く考えないで、皆さんやってみてるということもあるし、実際に腸内環境にいいのはジャガイモよりサツマイモっていう風に出てくるので、食物繊維が豊富ということで、そちらの方をねメインにやってみたっていう感じです。ただ毎日サツマイモだと飽きるので、たまにねジャガイモを入れたりとかしました。ちなみに一番食べたサツマイモはこちらです。徳島のナルト金時ですね。これが一番僕は食べたかなと思います。実際にまだ余ってます。もう本当に今回の減量生活でもしかしたら一番世話になったのはこのナルト金時なのかなと僕は思ってます。そして納豆は1日2パックですね。こちらの方は特に決めてなかったんですが、1食に2パックしか食べれないので、別の味を用意してちょっと違いを楽しみました。そしてキムチですね。あの1パックをだいたい5日分で食べてました。腸内環境にいい食材でね、ネットで検索するといろいろ出てくると思うんですが、今回僕はこれらの食事をチョイスしたという感じです。このおかげさまもあってか毎朝快便。普段からお通じは良き所長なんですけど、さらに良くなったと体感できるレベルで絶好調でした。毎日ほぼ同じ時刻にねトイレに行きました。便もおしゃれマッチョでした。ただね4週間この食事だとね飽きるんですよ。減量の時の夕食がもう全然楽しくなくなってきちゃって、それで納豆を変えたりさつまいもの品種変えたりして、ちょっとね楽しみを作ってたっていう感じですね。またねスーパーでねブロッコリーが小さいのに値段が高いと本当にテンション落ちるんですよね。この4週間ですね、もうほとんど夕食はこれでした。チートデーとかを別として、基本的にこの食生活をずっと続けてたっていう感じですね。あまりね夕食に関してはねほぼ変化がなかったかなと思います。それからね僕は朝筋トレをやるので、夜ビーガン生活っていうのはねなんとかやりきることができたんですけど、夕方筋トレをする方とかにとって夕食がビーガン、言ったらねお肉がないっていうのは、それはそれでまたどうなんでしょうね。もしかしたらまた違う体の反応があるかもしれません。繰り返しになりますが、あくまで僕の生活ルーティンに合った食事内容だったかなとは思ってます。そして順番は前後しちゃいますが、朝食はどんな感じだったかっていうとこんな感じです。僕は基本的に朝食をね5時から5時半ぐらいの時間で食べることが多いです。メインはトーストを食べてました。トーストはね減量入る前に買ったものの残りですね、まず最初にそちらを食べてました。ちなみに所長はトーストがねよく焦げます。これが俗に言う七不思議。そのトーストがなくなってから今度はね全粒粉パンを購入しました。でトーストにしても全粒粉パンにしても、どんなものを使ってたかっていうと、マイプロテインのピーナッツバターを塗ったり、あとはマーガリンと蜂蜜ですね、アカシア蜂蜜、僕はこれが好きでこれをよく使うんですが、これをかけたりとかしてました。でメインはトーストだったんですね。なんか朝からねトーストを取って結構カロリー取るんじゃないかなというイメージがあるかもしれませんが、先ほど言った夕食を変えてるんですね。夕食をビーガン生活にしているので、朝食はねあんまりこういきなり変えなくても少しずつね体重は
落ちてました。で、体自体がね、その夜のビーガン生活に慣れてきたところでですね、今度は朝食にもちょっとこう変化をつけたという感じですね。だいたい減量生活の17日前だったかな、さっきちょっと確認したんですけど、17日前ぐらいからトーストをやめて、今度はオートミールをメインにしました。オートミールはね、顆粒だしとそれから卵を一つ落としてね、よくかき混ぜてレンジでチンします。そしてポン酢をかけて、そこの上にですね、お茶漬けのふりかけをかけて食べてます。お茶漬けのふりかけはですね、一袋だと多いので、だいたいその一袋で2食分ですね、半分だけ使って、その次の日に半分使うと。で、僕はですね、塩分控えめのものを使ってました。お餅に関してはですね、こちらのマイプロテインのピーナッツパウダー、これをかけてましたね。これとこの蜂蜜、この2つをかけて食べてました。それから徐々にですね、このお餅の部分をバナナに変えたりとか、そういう感じに変えたりもしました。そして無脂肪ヨーグルトは毎日食べてましたね。 400g の無脂肪ヨーグルトをだいたい3日で分けて食べてます。それからプロテインを1食分必ず毎朝飲んでました。で、プロテインについてはですね、今度のサプリ編の時にですね、詳細をお伝えしたいと思います。で、朝食を食べてですね、 3、40分休んでから筋トレをします。で、筋トレ後にまたプロテインを飲みます。最後の1週間ぐらいはその最初に食べるバナナをですね、その筋トレ後に食べたりとかしました。なので、オートミールとヨーグルトだけ食べて筋トレをして、その後にプロテインとバナナですね、そちらを食べるというような感じですね。まあ、その時に気づいたんですけどね、チョコのプロテインとリアルバナナはね、相性抜群です。そんなのみんな知ってるよって感じなのかもしれないですけど、所長は今更気づきました。それからですね、間食はプロテインバーです。もうほぼほぼ間食はプロテインバーだったかなと思います。まあ、実際仕事に行って、だいたい間食はですね、時間的には9時半から10時半ぐらいが多かったかなと思います。まあ、仕事のタイミングによってその時間に食べれない時もあるんですけど、まあ、そういった時にですね、プロテインバーを食べてました。で、どんなプロテインバーかっていうと、こちら1本満足のプロテインバー、もしくはあとはこの PHD のスマートジャックですね、この辺をよく食べてました。だいたいプロテインがね、15g ぐらい入ってるものですね。こちらの方を食べてましたね。あとはね、もうなくなっちゃったんですけど、 PHD のスマートケーキかな、それも一緒に食べたりとかしましたね。プラスで職場ではですね、まあ、おつまみ程度にくるみですね、くるみも食べたりとかしました。そして昼ご飯です。昼ご飯はもう基本的に自分で作って持っていきます。こんな感じのお弁当です。お弁当に関してはですね、以前に別動画とかも作ってますので、まあ、気になる方がいたらぜひね、そちらもチェックしてみてください。基本的には鶏胸肉を 200g と、あと主にね、あのしめじとかマッシュルームのキノコ類を使います。それから緑の野菜として冷凍インゲンだったりアスパラガスなんかを使ってました。で、ご飯に関しては毎回 100g です。なので昼食に関してはもうほぼずっと4週間同じものっていう感じです。まあ、同じものというか同じ材料を使って、まあ、作り方はちょっと変えたりとかはしました。それから夕方の間食ですね。だいたいですね、3時半からそうですね、4時半ぐらいの間にプロテインを1食分飲みます。まあ、その時に序盤の方はですね、一緒にポテチもね、食べたりとかしました。何度も言うなんですけど、夕食をビーガン生活にしているので、3時ぐらいにポテチを食べてもね、体重は落ちるんですよね。あとはポテチに変えて柿の種を食べたりもしました。それから夕方にプロテインバーです。そうなんです、所長はですね、1日に2回プロテインバーを食べています。で、夕方のプロテインバーに関してはちょっとカロリーの高いものですね、朝のプロテインバーに比べてちょっと高いものを食べてました。食べていたのはマイプロテインのプロテインブラウニーですね、ホワイトチョコだったり、あとは普通のチョコだったり、それからマイプロテインのチョコクッキー、これも食べてました。あとはスマートバーですね、こちら PHD のスマートバー、この辺はもうだいたい 20g ぐらいのタンパク質が入っているものですね。なのでカロリーもそれなりにあるんですけど、まあ、この辺をだいたい夕方ぐらいに食べてたっていう感じですね。もうこれはね、減量生活の間の本当に楽しみでした。で、この朝のプロテインバーだったり、それからこの夕方のプロテインバーっていうのは、減量生活が進むにつれてですね、やっぱり変わっていくんですよ。で、何に変わっていくかというと、やっぱりナルト金時です。そうなんです、最終的にはですね、やっぱりですね、間食もこのさつまいもになってきちゃうんですよね。実際に会社に持ってったのは、これさつまいもとゆで卵2個とサラダチキンスティックですね、1本こういうやつですね、コンビニで買ったやつも持ってきました。ちなみに所長はさつまいもを調理するときにこれを使ってます。このレンジで野菜をチンできるやつですね、これはね、便利でしたね。二重構造になってまして、一番底にですね、水を溜めて、その上に切ったさつまいもを並べて、蓋を完全にしないでちょっとずらして、で、このままレンジでチンですね。だいたい600ワットで5分ぐらいでできます。なのでこれにだいぶ助けられました。そして間食が終わったら、まあ、会社から自宅に戻ってきて、で、夕食は先ほど最初に述べた通りです。
そして就寝前にプロテインを1食分飲んでました。だいたい時間にして23時過ぎだったかなと思います。とこんな感じの食生活になりました。どうでしょうか皆さん、羨ましいですか、羨ましくないですか。まああまり羨ましくはないんですかね、どうなんですかね。はい、という感じでですね、今回は僕が行った4週間の減量期間で食べた食事生活についてちょっと研究結果として報告させていただきました。実際は4週間で体重的にはね4キロぐらい落ちました。まあ最後はですねちょっと水抜きとかもしているので、まあ、水分も出て4キロという感じですかね、結果的に4キロっていう感じでした。でこの4週間ですごく良かったのはですね、本当にこう徐々に落ちてったっていう感じですね。毎日僕は体重をつけてるんですけど、グラフがもう綺麗にねこう下がってってるっていう感じです。まあ、実際にはちょっと下がって上がって下がってっていうのはもちろんあるんですけど、まあ、徐々にこう上がり下がり上がり下がりでこうどんどん下がっていくっていうような感じだったので、体調がねすごく良かったです。これはねお通じが良かったせいもやっぱあるのかなと思うんですけど、なんかこう減量ねやったことある方はわかると思うんですけど、体調が優れなくなってきたりとかする場合があるんですね。そうすると免疫も下がってきて風邪をね引きやすくなったりとかもすると思うんですけど、今回はねそういったの感覚がね全くなかったんですよね。もうずっと調子がいいなっていうか、あまりこう変わらずに、この減量をしていく、その見た目と体重が落ちていくっていう、まあ見た目が落ちてるって言ったらそれはダメですね、要するに調子よく減量生活できたなっていうところです。まあこれに関してはねサプリメントの影響もやっぱ多少あったかなとは思うので、まあ次回ねサプリメントについての動画っていうのも、実際に僕がこういうの飲んでましたと、こういうタイミングでこれぐらい飲んでましたっていう動画を出そうと思ってます。もしよければそちらの方もぜひチェックしてみてください。ちょっと長い動画となってしまいましたが、皆さん最後までご視聴どうもありがとうございました。ちょっとでも参考になったよって方はぜひグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。ただいま研究員募集中です。それでは皆さんまた次回の動画でお会いしましょう。研究員の皆さんに他者。